はいどうも、慎太郎です。よいしょ、ということで。ちょっとね、最初に真面目な話をちょっとだけ。実はね、この前の動画で、夏みかんの SNS の更新が、まあ、途絶えてるっていう動画を上げたんですけど、まあ、その動画はね、まだ見てなかったらよかったら見てほしいんですけど、なんで SNS の更新が止まってたかっていうと、夏みの、おじいちゃんが亡くなりはったと。まあ、僕はお会いしたことないですけど、まあ、それまでちょっとずっと既得の状態やったから、ちょっと寄り添ってあげてたっていう話で、まあ、まず最初に、夏みとね、夏みのご親族、家族にはね、心からね、お悔やみ申し上げます。はい、ということで、それで、まあ、SNS 更新が止まってたんですよね。まあ、よかったら、夏みのチャンネルでも上がってるので、よかったら見てください。まあ、どんな状況だったかっていうと、まあ、俺ら自体は、まず、こう、一旦、もうそろそろ、おじいちゃんがちょっと大変な時期、まあ、山場かもしれへんって話を受けて、一旦もう全部撮影なくそうかって言って、で、今もだからもう3週間ぐらい会ってないんですよね。で、連絡もそんな取ってなくて、まあ、だいぶ向こうもメンタルが落ち込んでたみたいやったから、あんま連絡も返ってこない状態で、結局は、最後に電話したんが、2回ぐらい電話したんですね。最後に電話したんが、亡くなってから1週間ぐらいかな。あの動画が上がったぐらいの後ぐらいかな。の時に電話した時は、まあ、ちょっと元気出てましたね。まあ、こっからもまだもうちょい多分、撮影もできない状況なんですけど、なんでかって言ったら、今ちょっとこう、おばあちゃん家にいるみたいで、そのおばあちゃんが今一人になっちゃうから、今ちょっと一緒に住んでるって言ってて。まあ、だから、何が言いたいかっていうと、こっからエンタメですよ。さっき言ったからね。何が言いたいかっていうと、いきますよ。早う動画撮るぜ。いつだった動画撮るんで、長いの大丈夫かこれ、炎上せえんか長いので、最後なんだけ電話した時も、私も1年休もうかなとか言ってたやん、泣きながら。長いの1年も休みいらんということで、何をしに行くかっていうと、あいつを励ましに行こう。撮りに行こうと、会いに行こうと、プライベート会いに行く嫌なんで、やっぱどうせならカメラ回さんと。それだけですよ。今朝の9時ですよ。頑張って僕早起きしましたよ。準備万端で今から会いに行きますよ。いろいろ考えなんですよ。寄り添ってあげるのも大事だし、だからおばあちゃんと一緒に住んであげ、このまましばらくはね、住んであげてほしいねんけど、まあ、動画はね、やっぱ辛辣ファン待ってますから。あとはもう、俺が行くしかないとこうなったら、あいつが東京来れなかったら俺が行こうかということで、行きます。もちろん、こう、おじいちゃん亡くなったことに対してね、向き合うのはすごい大事だと。僕もちゃんと4人亡くなってますから。4人めちゃくちゃ亡くなってる。おじいちゃん、おばあちゃん、全員亡くなってるんでわかるんですけど、向き合うも大事だし、まあ、前向くことも大事なんですよ。夏美の場合、ちょっと特殊なのが、まあ、家族いるんですよ。夏美の家族いるじゃないですか。で、お父さんもお母さんも多分仕事してはるのかな。妹も大学生かな。お兄ちゃんも仕事してるとかやから、こう、ちょっと、外と触れ合う機会があるんですよ、いわゆる。ちょっと気持ちが明るくなったり、紛れたりすることもあるんですよ。夏美の場合、ずっと、誰とも会ってないって言ってたから、亡くなってから、まあ、いわゆるその家族しか会ってないって言ってたから、会わなくても仕事できちゃうっていうとこなんで、こう、誰とも会ってないんですけど、やっぱここはね、新しい空気入れていこうと。この俺様が、新しい空気を入れに行こうと。お前大丈夫かな、延長せえへんかな。ちょ、難しいな。ちょ、俺の感覚がちょっとな、特殊かもしれんからな、わからんねんけど。僕の家族はね、そんなんで休んでたら、親父どっつかれてたんでね、仲良かったですよ。僕のとこもおじいちゃんおばあちゃん仲良かったですよ、もちろん。割とすぐに仕事は始めてたんで。夏美も、まあ、すごいちょっと落ち込んでるみたいやから、今でもちょっとやっぱまだちょっと落ち込んでるみたいやから、ビジネスパートナーのこの俺様が、行こうということですよ。ああ、まあ、あと一個言われるんが、なんかその、夏美ちゃんのことやっぱ好きやん、みたいな。あ、また来ると思うんですよ。もうこういう動画にも。なわけないからね。もうストックもない。もう動画撮らな。向こうがもう閉じこもってんならこっちから行かな。ということで、そうすることによって、好感度がバッバアップということでね。あいつと俺の好感度って今こんな感じですからね。俺には一生あんちゃうから。ここでこれをすることによって、こう、ガーンって戻すと。まあ、ということで、今から迎えたいと思います。行きますよー。レッツーマッスル。イン大阪。お求めの切符の種類をお選びください。新横浜駅に到着、乗っていきます。大阪着きました。遠いわ、新大阪遠いわ。まあ、今から行きますか。向かいます。コンビニでちょっととあるもん買いました。やっぱ落ち着くな、やっぱ久々の大阪は。めっちゃ久しぶりやな、大阪って。あいつはもうついてるみたいなんで向かいます。やばい、夏美かおろ思ったらめちゃくちゃオバハンやった。めちゃくちゃ似てたな、本人か思ったわ。あ、この隙間ちゃんおるぞ、もう。あの日傘のおばはんちゃん。
あれちゃう？ちゃうやろお前。2週間ぶりに外出たからな。人見んの怖い。なんでやねん。何買ってきたん。後であるから。ええから。なんか今みたいな。ええから。あんま言うなお前すぐ。元気してたかどうかって言ったら、うん、ずっとなんかしんちゃん何してるかなって思ってた。ちょっとキモいって。てかしんちゃん毎日電話してくれてありがとう。いいお前元気そうやな。全然今頑張ってんねん。え、あのキモすぎてやばい。もう俺もみんな今うち落ち込んでんのにキモい。叩いてほら見たかなっちゃうな。お前ずるいってそれ。ありがとうしんキモいキモい。ちょっと待って、お前もうなんなんそのロス。何がお前もその、ね、ちんちゃんそのさ、その、ちゃん俺と聞いて、俺逆に葬式終わって一発目に着る服ちゃうから、お前黒着てこい。ちょっとでも忘れて。あらしんちゃんお葬式は28日やった。ちょっとこの、もっと体見して、うん、このちょっとこの谷川キモすぎる。でもうちほんまにマジで、うん、あの久々に笑った。あ、ほんまに何しとったん。電話一回かけてくれたやん、しんちゃん。ああ、なんか人と電話したらなんか涙が出ちゃうから喋られへんかった。何何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 今日メガネ一回も取らん。今日はだから素でいいで、別に喋らへんで、ね、いいよ別に俺が喋らせて。でもさ、しんちゃん喋らそうとしてさ、あのなんかさ、チューとかしてくんねみたいな。もういて。しんちゃん、しんちゃん、しんちゃん今日も足遅いな。筋トレしてきて足遅い、一番の。いや、今日お前に言われるのが一番腹立ちます。え、今日すぐ帰るもう。ああ今日帰ろうかなと思って動画撮るだけ撮って加熱するとしてな、働いてもらわなかった。お前触ってないんじゃないか。待って、みんな今うち前かがみになってカバン置いたんや。谷間見てきた。大悪魔でもどっちかすわ。久々見えたからって肝置いて。じゃあここカフェ入る。めっちゃテラス席で食べろや。絶対いいよな。おうん、ええやん。じゃあ許可取ってて。お前気がそんなおばあやねん。お前種類が見て、うちのおじであの今日骨持ってこようと思ってんけど怖い。怖い。やめてくれ。まだダイヤになってる。ああ。だから。だから。まあ恐れつけてくれ、やめてな。え、まあいいっすけどね。え、なんでしんちゃん横来たん。待ってよ、動画のためやん。お前もう飛ばしすぎやって。いいかよ。お前もう飛ばすなや。弱ってる時こそこう優しくしてもっと好きにさそうと。キモいね。さっきさカメラ待ってない時よしよししてくれた。してへんやん。お前いつまでその爪やねん。お前葬式の時で外せそれ。証拠気になるやろお前。お前こんなお前派手な爪してたら。うちはあのあれな、ここに溜まってな。最悪やってんかの。いや、これ今日朝やん。じゃあ、いやほんまは持ってきてて、おじいがビール好きって言ってたやん。あのこれ買ってきて。もや、おじいはな、銀色の朝日ビールが一番好きでな、それ飲んでとこ見たことない。あ、じゃあここで何ビール。そうやな、朝日あるし。俺ノンアルにしようかな。じゃノンアルにする。いつもノンアルにしよう。じゃあ朝日ドライゼロ2つ。頑張ります。先にお願いします。はい、ありがとうございます。しんちゃんって夏見って新夏やん、うん、じゃあさ、ごぼうと大根でいいんじゃん。いや元気そうやな、思ったより。もっとヤバいと思ってたよ。でも好きな人の前やとやっぱり元気でいたい。はあ、もうお前そんなこと言うか。またお前の信者が増えんねん。信者増やしていかないとさ。あ、そうやな、いろいろ目標があります。そうやな、いろいろあるから。おい、どんだけ叩かれてもイベント人来るな、何でもいいよ。あ、来た。はい、じゃあこれでお前もうワイスピすぎるって。おじいに向かって献杯ですか。献杯。あ、そう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 。うわ、なんか大人になった気分やな、外でこうやって飲む。しかもその何、亡くなった方に対してこうあれするっていうのはね、お前ひたひたに入れるやん。ひたひたに入れるやろ、男いないな。えらい詳しいな、お前。えらい詳しいな、どうした。おじいによくついてたから。あ、そっかそっか。ここ虫ついてる。なんだ、虫つく早いって。つくなよ、腹立つ。なんだ、俺の時っていつもな、俺だけいつも服を合ってない。これもう全部入れるやん。でこぼれるって、泡がこぼれる。大丈夫やねん。今日知ってんな、お前。だからこうやって泡をつけながら入れたら大丈夫やねん。何で知ってんの、そんな。おじいが教えてくれた。飲んでた普段。飲みたいよ普段。それは飲みたいけど、うち飲んだらさあかんって言われてるからさ。はい、とりあえずおじいちゃんに乾杯。乾杯。おじい大好きだよ。しんちゃんも大好きだよ。いいって、そういうお菓子。みんなも大好きだからね。おじいおかしいってなんか。
うん、あノンアルって美味しいな。よかったな元気そうで。何よりやで、ありがとうな来てくれて。これこそ遠距離恋愛。キモい金づる言うたやろ。ほんまにお前言ってみる。全部全部言ってよ。なんかしんちゃんがどうせ分ける、これ合いましたら1本切るか切って分けようか。どうぞそれあんのほんまに分けるの大好き。次につなげようや。なんかそれダメやじゃあ分けるか。じゃあということで一旦大丈夫か分けるか。じゃああの2人の時間キモいて過ごしたいらしい。まあ元気そうということで、じゃあここからは何休み期間中お互いどんなことしてたか話しますか。後での動画で話すけどさ、うちさしんちゃん以外の男の子とさ連絡取ってないからね。キモい。それだけは言ったく元気やん元気やったもん。連絡返すやん休み中あ、怖仕事中お前絶対返さんとさ、もうこっちどんだけ大変やったか。お前急に動画上がるからよポンってお急いでお前非公開してるし、お前大変やったやつこっちは。お前あたふたあたふた、お前がろく連絡取れへんからで、ライン全然返ってこない。ライン全然返ってこない。じゃあこの続きは全部後で話そう。めっちゃ重いことだね。溜まったわお前、いっぱい溜まった俺。え、どこが溜まってる。ちゃうそういう意味じゃん。飛ばしすぎやろお前ということでありがとう。チャンネル登録してね。バイバイ。大好きだからね。誰に言ってんねん。いつか見せてやるぜ打ち上げ花火、痛みなんて後回し。